この話はすべて遠野の人、佐々木京石くんより聞きたり。昨明治42年の2月頃より、初めて夜分折々訪ね来たり、この話をせられしを筆記せしなり。京石くんは話し上手にはあらざれども、誠実なる人なり。自分もまた、一字一句をも加減せず、感じたるままを書きたり。思うに、遠野郷には、この類の物語、なお数百件あるならん。我々は、より多くを聞かんことを切望す。国内の山村にして、遠野よりさらに物深きところには、また無数の山神、山人の伝説あるべし。